おはようございます広瀬まりです今日もあなたがあなたらしく輝くヒントをお送りします今日は自分のペースを守るです何かに向かって頑張っている姿は本当に素敵だと思いますそんな姿を見ているのは気持ちがいいし大好きです頑張っている姿を見ていると自分も頑張らなきゃと思いますそれが 適度なプレッシャーならいいんですけど。無理して頑張っているんじゃないかなと思う姿を見ると、こちらまで苦しくなってしまいます。楽しく頑張る、その気持ちが大切なのです。まあ、そうとばかりは言っていられないかもしれませんが、そう心がけていないと、周りを巻き込んで苦しさを生んでしまうかもしれません。何でもやりすぎ、 頑張りすぎというのはよくないということです頑張りすぎていると悲しそうな笑顔になったり時には顔が歪んだりしているかもしれません私もそんな風に頑張っている時がありました本当は自分のペースで動きたありのままがいいと思っていたのにそれを無視し続けて頑張っていたのです 自分のペースを守り続けることは難しい時もあります。でもそれができれば周りにいる人にも自分のペースでいいよ、ありのままでいいんだよというメッセージになると思います。その人なりのペースで努力し続ける姿を見せることで周りの人も自分のペースで動けるようになると思います。自分のペースでありのままでいいんだよとね。 つい頑張りすぎてしまう自分を少し褒めてあげながら自分のペースで努力し続けることは大切なことですそれが自分も周りも楽にする方法なのですお互いがお互いのペースを守りありのままでいられるといいですね今日もあなたがあなたらしく輝きますように広瀬まりでした気をつけていってらっしゃい